こんにちは、ピクチャレスクです。ご覧いただきましてどうもありがとうございます。よろしくお願いします。今回はね、コーデのご紹介を2点させていただきたいと思います。よろしくお願いします。私はですね、普段ですね、あのお出かけっていう着用着はあまりね、必要がないんですね。でもたまに、まあ、あの、2日連続お出かけなんてことがないこともないんですけれども、まあ、あその時に備えて2点はね、あのお出かけを持っていたいなと思っていまして、 こういうね、ワンピース、もうアイテムの数少なければ少ないほどいいみたいな、今ちょっとそういう考え方で言ってまして、ワンピース1枚で、あの、ね、こと足りますので、ワンピースに注目していますね。それで、それの渾身の2点になりますね。3点を前ね、持っていたことあったんですけど、3点はね、そんなにね、そこまでね、あの、機会がないですね。もう本当に <laughs> 地味みたいな感じなんですけど、あの、3点もいらなくて、2点がやっぱり揃えやすいし、あの、 自分のね、テイストも2点だと出しやすいです。またこれがね、1点だけっていうの一1オーラとも読みますけど、それもいいんですけどね、ちょっとね、出しにくいです。それだと。あの、やっぱり2つ比較して似ているとか、あの、傾向が同じ点を見ることで、やっぱりそのね、特徴がよくね、わかる感じなので、やっぱり2点が最低限のミニマムではあった方がいいのかなと私は思います。おしゃれをしたいっていうことも含めれば、そう思います。 はいそれでですねあの一つ一つご紹介していくんですけど3つある理由はですね一番最後はねねちょっと、ね、上着になりますのであの2点は2点なんですね。であのこれシフォンです1点目ですねバラの花が白でとにかくね黒白コーデをしたいということで最近もうこの傾向で言ってましてあの黒ベースなんですよねそれで柄も白でっていうことでもう本当にあの無彩色な感じでねいきたいということになります。真っ黒だと ちょっとねあのー、もう少し変化が欲しいなっていうところなのでねもうちょうどこのバラが入っているのに出会えてですねこの柄ですねそれでこのシフォンはあの秋のもう本当にこの今の本当このアップの時期今年ちょっと暑いですねちょっとねあの寒くなるのが遅いなっていう感じなので長い夏のような実 期間ががものすすごく長かったったていう感じがしますなのであのまだ10月といえどもですねまだ半袖でも本当はいいんだけれども、まあ、そろそろちょっと秋に向かってということでそれであの秋が遅くやってきたということで冬の直前まで着れるっていうことにするためにあの一番最後にねジャケットをね用意してあるんですねでこれちょっと近寄ってみますとシフォンっていう感じがいかにもしますよね。ででバラのの花もなんかエレガントであの くくくどくなくてですねでこういうあの透けた感じに袖がなっててで長袖のフルじゃなくてね七分ぐらいの長さになっているのでなんか半袖でもいいかなっていう時なんだけど、まあ、ちょっと秋らしくってことの時にはちょうどいい感じの,あの素材なのかなっていうふうに思いましてでこのブランドがですねこういうやつです。あのなんかねミッキー ラーベアかなんかですかね。ちょっとね、わからないんですけど、なんかちょっと凝った感じですね。調べましたけどね、わからなかったんですよね。はい。それでですね、あの、まあいいです。ブランドはね、そんなにね、気にしずっていう感じなんですけども、あの、ありがたくなんかおしゃれな感じなところであればね、あの、逆に、あの、あまりブランドにこだわらないで、さあの、この商品から探していくみたいな感じがね、最近楽しくてですね、あの、型にはまらずに分野が広く、 な広い中から選べてちょっといいかなと思ってましてこんな感じでロング丈になってますねでウエストのところがですねあのズトンとしているからこそサイズそんなに気にしずに履けるかなというところがあってそんなにシェイプされた感じじゃないからなとも思いつつそういうふうに最初からなってなくてもですねベルトの力でなんとかあの シェイプされて綺麗なラインは出ますのであんまりウエストのところはね気にしずに逆に履けた方がラッキーだと思った方が良くてですねいいんじゃないかなと思いますすごいサイズも良かったでちょうどそでこのプリーツのか裾のところだけ一部プリーツになっていることが20センチぐらいですねそこがなんかねあのクラシックな感じがすごくするなというワンピースだなと思ってこれいいなと思ったんですよね ちょっと裏見てみますか背のところですね背からもあのもちろんこのね中心からこういうファスナーの感じのワンピースのタイプなんですけどあの私前も動画でなんかお話ししたんですけどあのスプリングホック髪の毛に引っかかったりしてすごく嫌なのでねあの届いたらすぐ取っちゃうんですよねその作業今回もしましたねなんかあのスプリングホックいらないんだけど絶対ついてますよねなんかその辺が ちょっとねあの動画とかブログにもねあのアップしたことがあるんですけどあの私は必要がないのでね撮ってますね。あの 引っ掛ける方を取るんだったらもう同時にもう一つの引っ掛けられる方の輪の方もね取ってますね両方ともあのリッパーでね取れます生地破らないように気をつけなきゃダメなんですけどあの糸のところだけをこう狙ってねあのゆっくりやっていくとあのきちんと取れますので破らないようにせっかくなのにあの破ってしまわないように気をつけなければなりませんあれ次にですねあのグレンチェックの方なんですけどこれ前どっかの あの動画ででご紹介したとは思うんすすけどこれもねあの相変わらず持ってますちょっとね自分なりにアレンジしちゃったのですけど最初にここにですね襟のところにあのインナー的な感じの見せかけのねボタンで留めるタイプの V の字に黒いのがのぞいてたんですけど私のが思うにグレンチェックってねあの黒ともちろん相性良くて黒を合わせていくつもりなんですけどこれ自体の洋服の中ではあの 黒入れちゃうとねきつい感じになっちゃってあのやめた方がいいなと思ってボタンもね黒だったんですけど全部グレーに変えたんですよね。 で、さっきの襟のところも黒だったのが、あのちょっとあれも取っちゃうことの方が、バッグとかベルトとか靴を黒で合わせていくので、この洋服自体の中ではね、あのそういう切り替えはね、必要ないという考え方に基づいて、ちょっとリフォームしたんです。簡単にですね。あとはね、何もあのリフォームしてません。すごくいい感じで、肩のラインとかもすごく好きで、この寄せて、いせ込みですかね、なんか寄せてあるタックなんかも、すごくあのデザイン、 いいなと思ってですね。これちょっととても気に入っています。で、このやつ、ここだけ見るとですね、ジャケットみたいって思うにも関かかわらず、ワンピースであるっていうところがすごく面白いですよね。なんですよ。で、ゆったりしてるのに、このなんかダーツもちゃんと入れてあってのゆったりっていうのがね、あの、作りが良くて。で、あの、もう一つ面白いのが、今回、渾身の2点っていうので、なんか最初の方で申し上げました通り、2点あるとテイストがちょっとわかりやすいっていうので、 あの申し上げたんですけどねそれ本当そういうその通りでこれね裾のところのプリーツが全く一緒なんですよねあの長さは違うんですけれども幅とかこのこっちとタイプが本当に似ていてデザインがまた取り付け方もちょっと違うみたいな感じしますよねなんだけどこのやっぱりねクラシックな感じのこの裾だけプリーツになってるっていう一部分だけっていうのが 可愛いいし珍しくて、もしかしてこれヴィンテージなので、この時代、80年代、70年代終わり、80年代最初ぐらいみたいな感じで私は思ったんですけど、あの、どうでしょうね。なんか、それらしさがすごく出ていて、とても本当お出かけ用には、あの、お上品な感じがすごくするなと思いました。全体がプリーツよりシワが寄りにくいじゃないですか、裾だけだと。なので、こういうデザインもすごく、あの、面白くって、 あの扱いやすくてなんか保管もしやすいなと思うと結果的に長持ちするのかなって長く持ちたいと思うのかなと不快感がないからですよね。だからそういう感じで思います。ということでこれ2点だけなんですよ。これをまあもしあの こののの季節の間にですねあのお出かけするときがあると着てこうかと思ってるんですけどそれで一番後ろのこの黒いジャケットというのがもっとこの後も着ていくわけです。でさっきの一番最初の先頭のやつよりはこっちのグレーンチェックの方がより寒くなったときにあのフルに袖もあるしもうちょっと分厚い生地ではあるんだけれども裏地もついてるしまあ両,両方とも裏地はついてますね。だけどもももっっとと先のそのそ11月とか12月月か直前になっても 一番上、あの一番最後のそのループのウールが入ってるジャケットなんですよ、この黒いやつね。これを羽織ると、真、まあ、冬の、うんと、また別の渾身の2点が、あ3点か、真、まあ、冬は3点あるんですけど、それの直前まで着れるんですよね、これがあることで。なので、こういうジャケット一つ持っていると、うんと 例えば細かいもう今季節がちょっとあんまりはっきりしていなく,くなっちゃったのであれなんですけど梅春とか晩秋っていう言葉があるじゃないですか。ああいう季節の時にそのまま春やあの秋の真っただ中の,その、ね、ブラウス1枚とかで羽織るようなものを着る時のままと1枚この上にジャケットを1つ持っていれば 気軽に羽織ったり、うん、とまた室内になった、の中では暑かったなら、あの、 羽織るのやめて脱いだりとかがき気さくにできるっていうジャケットが1つあるということがすごくありがたいですね。これね、今立がイタリア製なんですよね、これね。このブランドはね検索したらね出てきましてね、あのあるみたいです。なんかいいところみたいです。で、K197 の3がポリウレタンですね、ちょっと伸びる感じになってるかなんかね。で、このウールのループンみたいな素材がなんかカジュアルですごくいいし。えっと ジャケットなのに襟がないっていうのがね、ものすごいこれ惹かれるんですよね。こういうジャケットに。すごい好きなんですよ。この襟なし。襟があるとだけでも堅苦しくジャケット着てますっていう感じになっちゃうので、なんかそれよりも、これない感じがね、カーディガンのちょっとちゃんとしたやつっていう感じがして、むしろカーディガンニットなので、あの、傷みやすいんですよね。なのでそういうのより、こう、さっくりと着れるというか、 あのフィットし,しなそんなにシーズンにっていうのがまたこのジャケットの良さかなと思いましてこれも長いことこれのおかげで着ていけるかなと思いますすごくあったかいんですよね。で春先は春先でさまだ寒いなっていう時にもうこれ重宝するしって感じでこれだけあるだけでも本当にあに役に立つ。 洋服にななるかなって思いますけども本当にミニマムなので、もう2着しかないっていう感じなんですけどね。しかもワンピースなので、アイテム的な数で言うと、もう本当に最低限の少ない数になりますよね。なんか同じ2着でも2セットっていう風だと、もうアイテムの数増えますもんね。で、それを考えると、ワンピースっていうのあの、簡単に1枚1着見つければ、もうそれで、あの、お洋服になるっていう点での、本当ね、あの、 改めて思うのがワンピースって便利だなっていう感じですね。あとは小物使いが好きな人は、私も小物使いすごく好きで、小物って好きなんですよ。そのベルトとか靴とかバッグとか好きなので、なんかそういうもの、アクセサリーとかですね。そういうもので、あの、飾っていく感じにしれば、ワンピースも結構奥行き深くコーデができると思いますということですね。はい。ということで今回ですね、あの、 2着の渾身をご紹介しましたけどちょっと一つここでですねベルトだけどんなベルトをチョイスする ややり方が例が例あるかなっっってていいいうのでちょっととみたいと思いますねまだ私もこれ着てないんですよね両方ともなのでこれから着るとしたらベルトをどんなのにしていくかっていうのをちょっと選びたいと思いますそれほどねもう数絞ってるのでベルトもそんなにめちゃくちゃないんですけどこっちはねあの黒だけのベルトの箱なんですもう一つ箱があってそっちはカラフルなマルチカラーのベルトも黒にバンとあのなんか差し色でマルチカラーを持ってきて全体的に色を合わせやすいようにある。 あの色のベルト、茶色とかもね、そういうのもあるんですけど、こっち黒だけの分野ですね。で、これです。こういう感じの黒い、これどうでしょうって思うのが、これが一つ目にね、なんかこの一つ目は太いベルトがいいような気がして、もう別にいいんですよ。細くてもいいんですけど、なんとなくこれどうかなって思いました。この型押しですけどね、めちゃくちゃそんな高級というわけでもないんですけど、ベルトも最低限、まあ、レザーであれば、 いいのかなという感じで、この辺も昔のものですので、全部ヴィンテージの、あの、昔の百貨店とかの、そういうところのやつだろうと思われるベルトですね。 こんな感じの雰囲気のね、クラシックなんだから、カチッとした、カチコチッとした感じで、こういう片押しをきちんとした感じのベルト持ってきたどうかっていう案と、もう一つ、もう少し肩肘張らずに、柔らかい感じでだらりとしたベルトの仕方っていうので、こういう同じく太い、太さは同じぐらいなんですけど、メッシュの編み込みの細、薄い感じの革かな、なんか軽い感じの、重苦しくなくて、なんかそういう、 感じのものもも悪くなないかっって思って思このまあ2つかなというのが候補ですね。実際、ね、着てみるとちょっとね、あのまた分かりませんけどね。なんかとりあえず今日はそういう感じです。あの思い浮かびましたねということですね。はい。じゃあもう一つね、次にあのこちらのウーレンチェックの方のベルトも考えていくんですけど、こっちはね、さっき、あまあ、さっきとも柄ですけど、こっちは、 うんとグレンジェックって四角い感じの柄なのでということで四角っぽいベルトっていうのはせっかくベルトいくつかあるならばあの何を選ぼうっていうことにするとバックルなんかが四角いバックル持ってくると粋になるのかなっていうふうに思っていますあのグレンジェックだけじゃなくてもストライプとかボーダーとか、うん、と四角い感じのものの を基調とした柄ですよね。なんかそういうものにこれ四角いバックルですよね。カチコチした四角さがありますよね。これ、あのすっきりとするんじゃないかなと思います。ここに丸いの持ってくる。来る,るよりは四角いベルトがバックルのベルトがあるならば、こっちの方が選んだ方がいいという感じでなんか思ったんですけどもね。なんとなく合いそうな感じにですよね。はい、ということでね。ベルトの選び。 だけここであのちょっとご紹介しました。以上です。今回のことが何かのご参考やヒントになればと思います。ありがとうございました。